今日やっていくのは事故物件です。ホラーと聞きました。頑張ります。ああ重いな、この足音、この足音を聞いたことがある。これはなんだってば。ああ、オッケーオッケー、ま、状況把握、はい、状況把握入ります。はい、状況把握入ります。街灯、カニか、カニか、なんだ、あ、猫だ。先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。把握しておけ。お前友達だか彼氏だか知らんが、把握しておけ。偵察、武器を探そう。まずは、まあ、なんだ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 、まあ、アサルトライフルが欲しいとは言わん。うん、アサルトライフルが欲しいとは言わん。せめてまあハンドガンくらい。スライドしとるか、鍵戻んないんかい、開くんかい。ほんで結構いい家じゃの。お、ゴロ止まっている時計、んー妙ですね、んー妙ですね。開くのか、開いたー、開くのか、開かない。開いたー、そして開かない。なんだ、ドライヤー、あー、こっちがシャンプーでこっちがリンスと見た。いや、でもここは洗面所、喋る時間が多くなりますね皆さん。それは決して怖い。いや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 、いるじゃん、もうあれはいるじゃんね、なあなあなあ、いるじゃんあれは、あれはいるんだって、なあなあ。ちょ、エイム調整しとこ、感度調整しとこ、あ、ちょっと高いね感度ね、ちょっと感度高いわ。うん、あ、オッケーオッケー、エイムオッケー、ちょっと高いな、オッケーオッケー、うんうんうん、よし、お茶飲みます。いや待ってよ、よく考えて、まあ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 落ち着けって、みんな落ち着けって。もしかしたら隣の家、女の子が住んでるかもしんないじゃん、その可能性にかけていこう。うん、もしかしたら女子大生住んでるかもしれないじゃんね、そういうことだよね。よしよしよし、先生は別にそんな ゲームだから見てるだけでござる。そんな別にやわすき気持ちで見てるわけではござらぬよ、拙者だって。うん、拙者だってこの怪しげでござるなと思って見ているだけでござるから、そんな悪い気持ちで見ているわけではござらぬでござる。閉まらん。一回開けたら閉まらないタイプのやつだ。まあ、おばさんの車だからいいや。え、ここ開いてた？ここ開いてた？ここ開いてたっけ？え？あ、自分で閉めたんだ。開かない。え、ここ開いてた？あ、開いた。ああ、いない！え？いる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 、なんかいるなんかいるなんかいる。え、近寄ってこないタイプか。いや行きたくねえ、マジか。あ、でも人間かもしれん、人間の可能性がある。ああ、見て、え、いや、いない、なんかいるよな、あれいるよな、なあなあなあ、ちょっと待って、いるよね、あれあれいるよな、みんな。
いやいや、待って、どうする？いや、やっぱさ、なに、あれ猫いなくなってる。行くしかねえ。いや、マジで行きたくない。マジで。いや、でも、もう、行くしかないのか。ちょっと待って。恐ろしい思いして10円かよ。思い出せ、カイダハル。子供の頃を思い出せ。お前は一体どこに10円が落ちていそうだなと思った？いや違うよ、それ反映できないよ。みんなのスパチャここに反映されないよな。気づいてくれみんな。ちょっと待って、違う、確かに20円足りない、2000円足りないし、なんならもう買えるよ、ジュースの1本や2本余裕で。ちゃうねんてみんなのスパチャじゃどうにもならんことがあるんだよ、世の中には。どこだ、え、なになに、血便、お尻の穴だった、もしかして。いや、こんな10円使いたいやつ。あ、なんだ、ああ、自分家だ。待って。ちょっと一旦お茶飲もう。見えたわ、もうこれ。これはかゆうま案件。いや、それはそう。いや、これはわかる。これは、クリックしてこれを閉じた瞬間にもういるから。なんか、いるから絶対。来るよ、これ。もう、志村後ろよ、これ。いや、みんなちょっと準備してくれ。行くよ。はい！あいつには悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。そうだね。外の様子を偵察まず。影か。いや、開かねえぞ、絶対。いや、一旦後方確認。クリア。ゼエンド。リザルト、セーブド。さあ、足取りもスムーズ。このまま行ってみましょう。なに、逃がさないよ。大丈夫か、え、怖っ、めっちゃ。あいつには悪いけど、もう帰ろ。後で連絡しとけばいいよね。そうだと思う。どうなるんだ、こっから。あ、開かない。なんかいる。あ、お父さんとお母さんと息子か。ああ、え、終わり。
父ちゃん飲みます。